よし、鍋食べたとこやけど、俺これ自分に誕生日に、誕生日じゃクリスマスに買いました。こちらは何かと言いますとですね、バカ見えますか、焼き芋焼き器でございます。でね、あのこれを買ったと昨日のライブで言っておりましたらね、昨日やったおとといかな、言っておりましたらリスナーさんがいただきました。熊本産シルクスイート、じゃがいもね、マパスレピー、うん、水で洗って表面の土を落とします。アルミホイル包みで焼くと、洗ってへんけどええやろ、洗った方がいいかな、ちょっと洗ってきますわ。よし、洗ってきた、洗って振ってきました、拭いてきました。でこれを2つセットして1時間ぐらい焼くとちょうどいいそうなんですよね。普通は40分みたいなんやけど、でこちらにタイマーがついてるんですけど、これどうしたんや、ハイとかどうしたんやろ、まあ、ハイとミドルの間にしてタイマーは1時間にします。だいたい今11時なんで焼き上がりは12時になると思います。さあ俺は今日これ食って平行で寝ます。よっしゃー、なんやかんやって言ってたら1時間以上経ちました。パカ、わお、うわ、やばやばいですね。最近ちょっと焼き芋ねハマっておりましたんで、すごいシルクスイートやったっけ、熱い、見てこれすごくね、めちゃくちゃ柔らかい、食べよう。ということで、買ったこの機械は同志社のやつです。同志社ってやつね。同志社の、焼き芋機、うん、あの楽天のポイントが溜まってたんで、それ使って、まあ数千円で買いました。ってこれ、いいかな。あっていいんだよ、持ってると。あったあった、ピンと来て。あっていいから。ピンとよ、早く。あったあったあった。熱いから。来ねえな、ほんとに。このカメラほんとバカだわ。見えるかな、すごい柔らかい。カタ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 、食べよう。うまっ、すごいなこの機械。いや、焼き芋機がすごいっていう話は聞いてたんやけど、こんなにもなるか。この芋もうまいんやろな。あっつい、すごいね。で焼き上がってから15分ぐらい掘ってたんやけど全然熱い。なんかうん、シルクスイカ君うまいな、すごいね、こんなできんねやな、うまいこと。もう買わんでいいわ、ほんまスーパーでね週に1回ぐらい買ってたんです実は。でもねこんなにねなってないよ。うん、これすごいな。今も品種改良されてこれぐらいの糖度になってんやろうけど、うめっていうのかな、このね、ほらまあまあするんすよ焼き芋機。まさにピンからキリまであると思うけど、この同志社ってやつは大体1、2万、1万円じゃないかな、1万何本はするんすよ。1万円ぐらいか、いや違う、安かった、8000円台ぐらい売ってた、新品ね。8000円ぐらいだったかな、このタイマーついてるやつ。俺のは確か8000円ぐらいのやつやったんや、そんなアマゾンとかで。下リンク貼っておきます、よかったらそこ置いてくださいね、アフィリエイトね。あの芋、焼き芋って男ってあんま食わへんやん、食わないでしょ。
でキャンプで食って今うめえってなってからちょこちょこ買ってんやけど、家でこんだけできたらやばいよな。めちゃくちゃうまいし、いろんな芋でね食べ比べとかしてみたいな、食べ比べていろんな芋食べてみたいなと思いました。めくれんもこうやってほら、わかる？もうちょっと冷めてもいいかなって思うような暑さでございます。まあ言うてる間にもう1時になってきますけども、もう一個の芋はまあ食べるかな。ちょうどあの万堂小林も全部見終わりましたんで、またちょっとまったりとしながら食べて、明日一日仕事頑張って今年の仕事を収めたいと思います。というわけで、まあ長々と私はダラダラしておりましたが、動画としては4つ全部が2003指定ぐらいしか多分いかないと思いますけども、とりあえず分散してあげさせていただきました。また何かありました。明日はもう出かけてますんで、お昼ご飯家で食べますけども、夜はまあ微妙な動画になる可能性はあげたとしてね、まあ、うまく冷静で帰れましたらパソコンは持って行っとくんで、ライブするか動画編集して投稿できると思いますけど、まあどうなるかは分かりません。というわけでパテモト協会でございました。まあ、公開することには1時フォローには1時ぐらいになっておりますけども、ただいま10日半前でございます。というわけで皆様今日も一日ご苦労様でございました。おやすみなさいませ。ほだ。